はい、それでは引き続いて北欧の生地、布をご紹介いたします。はい、こちらはマリメッコの生地でプリマベーラ。はい、この色は初めてですね。初めてですね。はい、マリメッコのタグがあってこう綺麗に塗ってありますのでね、既製品で、多分ベッドカバーかなんかにそうですねあったのかなっていう感じですね。はい、生地もしっかりしてますね。はい、ですからそのままお部屋に飾っていただいてインテリアもいいですし、はい、ベッドカバーテーブルクロスもいいかもしれませんね。いいですね。素敵です。素敵ですよこれ。いいですね。プリマベーラ自体が、うん、久々の入荷でありますからね。はい、素敵ですね。今の時期にぴったりですね。ぴったりですね。はい、こちらはマリメッコ石本藤代さんのメチコ、メチッコ、なんか初めてなんですね。ね、1986年のパターンで、はい、ちょうどこの辺がのモスグリーンの、ね、濃淡の模様で、オレンジの細いストライプがこう入ります。はい、当ショップね初めての販売となります。色がいいですよ ね、 いいですね。それと細いラインのこのオレンジの細いラインが、うん、なんかお部屋の中にまた落ち着きますね、こういう色合いがね。はい、うん、テーブルクロスもいいかな。いいんじゃないですか。ね、いいですね。素敵です。いいですよね。なんか落ち着きますね。ね、こちらはボッコで、レント、1984年のものになります。ベースがオレンジで、イエローでなんか筆のようなタッチでね、うん、こういう模様が続きます。はい、この辺にね、あの汚れがこうあるんですが、あと下の方は大丈夫ですね。そうですね。インテリアに、ね、お部屋に飾っていただいて。はい、もっと布一枚をこうテーブルに広げるだけでお部屋がなんか変わるんですね。ありますね。ね、はい、こちらは、マイアイソラのカチューシャですね。はい、この色は初めてですね。まあ、いくつかのカラーバリエーションがあるんですが、はい、今回これ初めてでね。はい、ベースがブルーでございます。そこに紫と濃いマスタードみたいな感じの、ね、模様でね、こういう古典柄好きな方には一押しでございます。一押しです。小物作ってもいいですしね。なんか落ち着きますね。この色の組み合わせが素敵ですね。素敵ですね。当ショップ初めてのご紹介ですね。はい、未使用なんでしょうかね。どうなんでしょうか。ちょっとね、一部汚れはあるんですけどね。そうですか。水通ししてないみたいな感じですよね。あ、なんか素敵ですね。テーブルクロスでこう広げてみると。そうですね。こちらは石本藤代さんのコインブラですね。はい、2001年のクレジットが入ってますから、石本さんの結構後期の作品です ね。 ね、あのなんていうの、赤というよりちょっと抑えめにオレンジに近い、朱色に近いような感じの赤の模様でございます。可愛いですよね。可愛いですね。色味的にはこう上下左右縫ってやって、多分テーブルクロスとして楽しんでるのかなという感じですね。そうですね、合うんですよ。ほら、いいでしょ。かわいい。いいでしょ。なんか
女性だとなんかホッとするようなというかさ、そうですね、可愛いっていう感じが、可愛いという感じの色合いですよね、はい、これも初めてのご紹介ですね、はい、はい。こちらは北欧の生地ですね、はい、メーカーは不明なんですけれども、うん、葉っぱがね、可愛いですね、チョコレートブラウンに白い葉っぱの模様がね、はい、可愛いですね、可愛いです。小物製作にもちょっとした小さいテーブルの ねクロス、あ、いいですね、いいですね、可愛いですね、可愛いですね、可愛いですで、結構生地もしっかりしてるんですよね、しっかりしてますね、これね、はい、ちょっと毛羽立ちはあるんですけれども、生地は結構シミ汚れはなくて、ね、しっかりしてますね、はい。こちらはマリメッコで脇坂勝次さんのタルビですね。ですね、はい、再入荷になります。小物製作にですよ。これいいですね。未使用なんですよね。はい、うん、この落ち着いたね、うん、色が何とも言えないです。うん、はい。石本不二雄さんのリンピです、はい、これもね何度かご紹介してますけれども、はい、赤でその上に手書きのようにドットのね、はい、が連続する可愛いパターンです。これはね小物製作にですね、いいんですよ、コースターとかカフェマットにね、ピンクッションもいいですね、ピンクッションもいいですよ、はい。こちらプケッティですね、うん、こちらはあのヴィンテージになります。赤に中が緑ですね、はい、小物製作にいいですよ、コンディションですね、はい、うん、です、このピンクッションですね、いいですよ、はい。で私の方はこれ再販された、ネイビーに黄色いお花のねケッティでございます、はい、こちら未使用ですね、はい、これも小物製作でね、はい、いいですね、ピンクッションいいですね、いいですよこちらはムイエになりますね、はい、はい、緑、それから黄緑、黄緑ですね、に、中のドットがイエローですね、もういいですね、もうあと2月もすればこういうね、はい、カラーにこう変わってきますね、ですから今からこうそれに向けての小物作りっていうのがね、うん、準備ですよね、今回の幸子さんの作品にも使われてますね、使われてますね、まあ、季節問わずね結構いいですよね、いいです、こう組み合わせによってはね、はい。ということで以上でしょうかね、はい、はい、なんかこうお正月ね、うん、ちょっと明け終わって、うん、ちょっとこうお餅とか残ってたんで、はい、そうね、結構食べてたんですよね、そう、しばらく買い物行かなくてよかったですね、ね、すぐ裏にこうスーパーがあるんですけど全然スーパー通ってなかったですね、もうお正月買ったものだけでサバイバルしてましたでもやはりなんか人間って不思議ですね、はい、美味しくていいものなんですけれども、うん、はい、ちょっとね、こう飽きというか贅沢なんですよね、うん、違うものがやっぱ食べたくなってしまうのは人間のね、はい、欲ですね、さっきパンが食べたくなったりカレーが、はい、普通のカレーライスが食べたくなったり、うん、だこれから店長がね、美味しいパンを食べたいわそのリクエストするんですよ、そうスーパーあるからスーパーのパンでもいいんですけどね、アンデルセンのパンが食べたいわ、アンデルセンってご存知だと思うんですけど日本で展開されてるね、はい、デンマークのそのパン屋さんのですけれども、ここからだと小田急線乗ってね 1,2,3,4,5,6 個目のね成城っていうところの駅前にねあるんですけどね、これから自転車で行ってきますっていうか、それには理由があるんです、はい、あの雑用係さんちょっとね一応のあれを持ってるんでね、病院にそっちに行くんですよ、はい、なんですぐなんですよ、すぐじゃないですよその先なのでついでに、まあ、ついでにしては結構な運動ですね、でもそう言いながら自転車に乗りたくて乗りたくてしょうがないんです、今日はなんか暖かいんでね、
これから自転車に乗って行っていきたいと思います。じゃあ最後、はい、はい、じゃあね、あの今週もね楽しいものいっぱいご用意させていただきましたので、はい、楽しんでこの動画を見ていただけたら嬉しいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。